エソ3匹と、この前釣ったエソをこさえてみようと思います。エソ4匹の身です。見てもわかるように、今日釣った分はこのように新鮮ですが、冷凍の分は、冷凍してた分は少しやっぱり白くなりますね。ですので、この身を塩と卵白、卵の白身と加えて、柚子胡椒もちょっと入れて、フードプロセッサーで、すり身にしたいと思います。できました。結構もちもちして、よいしょ、すごいです。煮立ったお湯の中に今のエソを入れていきます。エソのすり身を入れたらアクをすくいます。すり身の時には少し色がついていたんですけど、このようにお湯で、たぎったお湯に入れて茹でてみると真っ白です。へそのすり身が真っ白なのが分かりました。かまぼこの原料になるわけです。形は悪いんですが、エソのすり身ができました。塩めはいいと思います。すごいプリプリ感です。これに白だしをちょっと入れます。お酒もちょっと入れましょうか。またアクが出てきたので、アクをすくって、これに先ほど茹でた小松菜を入れて、つみれ汁の終わり。完了です。